フューリアス、フューリアス、HMS フューリアス47は、イギリス海軍が建造した、世界初の本格的航空母艦である。元は、バルト海作戦用に建造をされた、ハッシュハッシュクルーザーの一艦で、試行錯誤の末数度の改装を受け、艦姿が幾度も変遷したことで知られる。フューリアスとは、怒りクルー、猛烈なのい、常実の通り、本艦は、 1> 第1海軍協定のアーバスノットフィッシャーの発案によるハッシュハッシュクルーザーの一艦であり、前カレージャス級の改良型として、主砲を四四十口径百五十七ミリメートル十八インチ、砲 m k i 炭素を二機としたほか、水中防御に若干の改善を見た。しかし建造中にバルト海作戦の必要性が薄れたことから、本格的航空級運用能力を付与することとなり、 全部手法等を撤去して、発艦甲板を設けた姿で収益した。収益後、運用実績により1年を経ずして第1次大改装を行い、後部手法等も撤去して、着艦甲板を設ける。ただし上構えはそのまま残されたままだった。1922から25年にかけて、第2次大改装が行われ、本格的航空母艦として生まれ変わる。 本艦の実績を経て、同様に大改装された、グローリアス急行空母艦と合わせたこれら3艦は、アメリカのレ史キシントン・サラトが、日本の赤木、加賀に次ぐ有力な空母として戦艦機の A 空母陣の主力を構成した。本艦の出自は、大型軽巡洋艦であり、船体もそれに応じた、細長いものとなっている。水長メートルに対して、 春工時の間幅は26.8メートルで、LB 比、水線長、幅8.9となる。喫水は、バルト海作戦用に朝喫水を求められた名残で6.9メートルという、低い値で1万トン級の中型艦程度しかない。この当時の排水量は、常備1万9513トン、満載2万2405トン、乗員は合計880名であった。 しかし概要にあるように、バルト海作戦の必要性が薄れ戦力的に浮いた存在となった本艦に、当時発達著しい航空機、それも水蒸気ではなく固定客をつけた陸上機を多数海上で運用する能力を持った艦の必要性が言われるようになり、ちょうど建造中の本艦を改装することとなった。本艦の監視看板上の全部18インチ炭素砲塔を撤去し、 穴を塞いでその上に長さ70メートル、幅15メートルの飛行艦板を設けた。ここだけ見れば空母と言えるが、環境を基部に組み込んだ全部マストと煙突、後部主砲等等、発艦艦ニ以後は水上艦そのものの艦姿であった。こうして固定客を装備した航空機を運用可能な艦となったフューリアスは運用実験を行うこととなった。 発艦は容易であったが、短い飛行艦班と艦の中央を占領している構造物に衝突する危険性か着艦は不可能な状態であった。本艦から飛び立った機体のうち、水蒸気は近くに着水すればよいが陸上機は陸上基地で着陸するしかなく、飛行後に再度運び入れる必要があった。このような運用上の不便さから搭載機乗員は、 実施的な着艦訓練を実施することとなる。着艦といっても現在のそれとは異なり、艦の側面を失速ギリギリで飛行し、環境を追い越した時に気を横滑りさせ艦艦上に持ってきて着艦乗組員が機体を抑えるというアクロバット的かつ、引きな方法で行われた。言うまでもなく、パイロットに高度な技術を必要とし、艦艦要員 パイロットともに危険を伴う着艦法であり、同年8月には着艦直後の機体がそのまま、甲板から海に転落し、操縦していた飛行隊長が溺死するという事故が起こった。この結果から、着艦訓練は危険と判断され、全面的に禁止されることとなる。1917年の改装で特筆すべきは、水雷兵装の強化で、 533mm 水上発射艦が3連装4機連装2機追加装備され、これに加えて、心臓時からの 533mm 水中発射艦単装2機と合わせ、魚雷発射艦を計18門、片減性射数最大9発装備した。このような艦では、作戦遂行にも支障をきたすため、後部18インチ砲塔を撤去して、 後部甲板上にも縦85メートル横20メートルの着艦用甲板を設置することとなった。しかし、環境構造物と煙突は依然として残されており、機関から出る肺炎の問題を解決できていなかった。これを飛行場で例えれば、滑走路の真ん中に管制塔が当たっているようなものであり、飛行機にとって邪魔以外の何物でもなかった。 後部に着艦した飛行機を全部へ運ぶために、環境構造物の脇を通る通路も設けられたほか、飛行機が環境構造物に激突することを防止するため、着艦用甲板全部にネットを張って、煙突を防御する策を施された。1918年、当時の写真にある煙突後部から伸びる斜めのバーがそれである。こうした対策を施されたが、着艦実験は、 失敗に終わっている。煙突の肺炎と環境の影響で気流が乱れ、とても着艦できる状態ではなかったという。運よく乱れが少ない状態でも、今度は甲板上が無風に近い状態となっており、後部甲板では長さが足りず、ネットに頼った着艦になったという。結局、本館は空母として着艦不可能と判断され、 対戦集結まで後部は格納庫兼整備場として使用され、フューリアスは発艦専用として運用されることとなる。しかしこの失敗が、この後建造されるアーガス及びイーグルに活用されることとなった。航空機の離着管には、甲板から構造物をなくすことが必要との教訓から、以降建造。 もしくは改装されるすべての航空母艦の飛行甲板には理白艦に適した全通甲板が採用されることになる。結果、アーガスは構造物を持たない平ら板型、イーグルは右辺に環境を持つ島型空母として巡航した。この2隻の運用実績からフューリアスは再度改装されることとなり、飛行甲板は全通甲板となり、格納庫も大型化。 この改装により、喫水も7.9メートルに増え、その分の浮力を賄うためバルジを追加して、間幅は27.4メートルとなり、LB 品も8.7に下がる。排水量は、基準22,450トン、満載28,500トンに搭載燃料は、重油4,010トン、16ノットで4,300回りの、後続性能を確保した。 増大速力は29.5ノットに落ちてしまったが、この階層により、今日と同じ形態の空母になるのが、ここでも新機軸が取り入れられている。それは、飛行艦板を上下2段持ち、上段は着艦及び攻撃機用、下段は戦闘機用と発着艦もしくは、複数機動時発艦が可能となるようにしたことである。下段の飛行艦板は、かなり短いが、当時は、 服用機が主力でありこれでも運用は可能と判断されていた。このアイデアは日本海軍に取り入れられ赤城と香川三段式の空母として改造されることとる。しかしこの甲板は戦闘機用とはいえやはり短く実際には対空火器の設置場所に変わり本来の運用はされなかった。また煙突はアーガス同様に格納庫を囲むように 観光部まで伸びる誘導煙突となっているが、アーガス及び、加賀のように、緩和機から排煙するのではなく、左右の煙地を完備で統合し、飛行艦板最後部から一括排煙する形式となっている。この方式は失敗であり、上部格納庫は煙地で、スペースが狭められる上に、倍煙の熱で格納庫や居住区は熱され、搭乗員や関西機に悪影響を与え続けた。 10門の50口径 14cm 砲は、スポンソン配置となってそのまま維持された。対空兵装以下については、1931年時点で3機で、あった45口径 10.2cm、単装広角砲 MKV が4機へ一新され、大装は全廃された。この砲兵装も1939年の改修工事で全廃され、 45号合計10.2センチメートル、連装広角砲 MK、ザビ6機12門を監守元八艦看板1機、飛行看板両弦、各2機、艦尾1機に配置した。さらに、近接防空器として、アイランド直後に2ポンドポムポム砲8連装1機を追加した。戦時中の改装でさらにアイランド前方に1機と1番、広角砲直後両弦に1機ずつ追加され、 計4機32丁となった。他に 20mm 機銃連装8機、単装7機、計23丁が飛行艦板両限にずらりと並べられた。レーダーは戦時中に SW271、O286 各1機と AR2852 機が装備された。乗組員は艦の運用が748名、航空関連要員が325名の 形七73名である。戦時増員については不明。巡洋戦艦として運用されていたカレージャスト・グローリアスは、本艦より少し遅れて、煙突と一体化した大型のアイランドと二段式飛行艦艦を持つ空母に改装された。また、フューリアスも第二次世界大戦直前に小型の式章上部飛行艦艦の右弦前方へ設置している。 1918年3月15日に再終駅したフューリアスは第一次世界大戦に参加。1918年7月にはトンデルン攻撃を行った。フューリアスは1939年10月2日までは訓練やスコットランド東岸沖での対戦紹介に従事した。それからフューリアスは沈んだ空母カレージャスの代わりとして本国艦隊に配属され、 第816飛行隊のソードフィッシュ9機と第818飛行隊からのソードフィッシュ3機を乗せた。フューリアスは10月8日に艦隊と共に出撃し、ノルウェー南部の沖で発見されたドイツの巡洋戦艦、グイゼナウと、その護衛を探索したが、失敗に終わった。10月13日にもドイツ艦船の捜索に襲撃したが、無駄に終わった。それからフューリアスは、 ハリファックスに移り、巡洋戦艦レパルスと共に、ドイツ通商破壊艦想作グループを編成した。1939年12月中旬には、フューリアスは、第一カナダ不評師団の大半をイギリスへ運ぶ、戦団の機関を務めた。12月17日、暗闇の中で成功する客船サマリアが発見される、ことなく、戦団を横切った。 サマリアは倒されていたフューリアスの右舷側の通信マストを剥ぎ取り、秋田に朝玄側のライフボート5隻を奪い去り、3隻目と4隻目の船とは衝突寸前になった。1941年5月19日から22日、空母アークロイヤルと共にマルタへ戦闘機を輸送、スプライス作戦。6月5日から7日。 ロケット作戦と6月29日から7月1日、レールウェイ作戦にも、空母ーボ・アーク・ロイヤルと共に、同様の任務に従事。7月30日、フューリアスを発信した、攻撃隊がペザモを攻撃、EF 作戦。9月13日、アーク・ロイヤルと共に、マルタに、ハリケーン戦闘機45機を送る。1942年8月、ペデスタル作戦の際に、 マルタへの戦闘機を運んだベローズ作戦。1942年8月16日から18日、マルタにスピットファイア戦闘機の輸送を行うバリトン作戦。10月28日から3日にもスピットファイアを輸送。その後は北アフリカ上陸作戦、統治作戦に参加した。 フューリアスは1943年2月まで H 部隊に所属した後本国艦隊に移り、戦争の残りの期間はそこに所属していた。7月、シチリア島上陸作戦、ハスキー作戦から敵の注意をそらすため艦隊はノルウ動沖に展開した。フューリアスの役目は、ドイツ軍の偵察機が艦隊を発見しそのことを打電した後で、そのドイツ機を撃墜することであった。 フューリアスは8月に修理を行い、それ以降は年の終わりまで訓練に費やした。1944年2月に JW57 戦団がイギリスからソ連へ向かうま、2月24日に戦艦ハンソンやリッシュリューに護衛されたフューリアスは、ノルウェー沿岸のドイツ船舶攻撃を実施した。フューリアスは、シーファイアの第801飛行隊とバラクーダの 第827飛行隊及び第830飛行隊を搭載していた。攻撃で失われた機はなく、座礁した貨物船一隻を破壊した。タングステン作戦、ドイツ戦艦、ティルピッツ攻撃に向けた準備で、フューリアスとクーボ・ビクトリアスは、バラクーダの飛行隊、第827飛行隊と第831飛行隊を交換した。これは、 共に訓練を行った飛行隊同士が同時に出撃できるようにするためであった。また、第830飛行隊のシーファイア6機に加え、フューリアスは第880飛行隊のシーファイア8機を乗せた。4月3日の朝、第827飛行隊と第830飛行隊のバラクーダ21機が試験のため出航しようとしていたティルピッツを攻撃した。 攻撃は完全な奇襲となり、ティルピッツの煙幕発生装置は作動し始めたばかりであった。イギリス軍機は目標をはっきりと捉えることができ、六発の命中弾を与えた。一時間後、第829飛行隊と第831飛行隊のバラクーダ19機が攻撃を行い、さらに八発を命中させた。撃墜されたバラクーダは一機のみであり、他に一機が 発艦時に墜落した。ティルピッツは損傷の修理に3ヶ月を要した。本国艦隊は4月23日に再びティルピッツを攻撃したが、24日と25日は天候が悪くそれ以上の攻撃は行えなかった。その代わりに4月16日に暴動空襲が試みられたが、ドイツの戦団が発見されたためそれを攻撃し3隻を沈めた。5月6日。 フューリアスと護衛空母サーチャーはクリスタヤンスン周辺で船舶攻撃を実行し航跡運搬船アルモラとタンカーザバーアクを沈めが2機を失った。次の本国艦隊によるティルピッツ攻撃は悪天候のため5月15日に中止となった。さらに5月28日の時も悪天候に邪魔されたが6月1日にはドイツ戦団攻撃に成功した。 弾薬運搬船1隻が沈み、2隻が炎上した。7月17日、フューリアスと空母、フォーミダブルは再び、ティルピッツ撃沈に挑んだ、マスコット作戦。この作戦のためフューリアスは、第880飛行隊のシーファイア3機と、第1840飛行隊のヘルキャ、20機及び、第842飛行隊のソードフィッシュ3機を、搭載した。ドイツ軍が、 事前に攻撃を察知し、円膜がティルピッツを完全に覆っていたため、攻撃は不成功に終わった。8月には、さらに4度のティルピッツ攻撃が実行された、グッドウッド作戦。この作戦では、フューリアスは、第801飛行隊のシーファイア12機、第880飛行隊のシーファイア12機と、第827飛行隊の爆油が9機を搭載した。 8月20日の1度目の攻撃では悪天候のため攻撃隊は引き返し8月22日の攻撃ではドイツ軍に発見され11機を失う結果となった2日後に行われた次の攻撃では鉄鋼爆弾1発と500ポンド爆弾1発が命中したが前者は爆発せず後者もわずかな損害を与えたのみであった8月29日に4度目の攻撃がなされたが 戦火はなかった。老朽化のため、フューリアスは1944年9月15日に予備役となった。1945年4月に退役し、航空機の爆薬が艦の構造に与える影響の調査に使用された。1948年にスクラップとして売却され、解体はトルーンで1954年までに完了した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。